どうも園長です。どうも花森です。どうも猫太郎です。はい、今日なんですけど、はい、ちょっとね急遽なんですけど、はい、福地農園さんにちょっと遊びに来させてもらって、はい、撮影もさせてもらえるということで、はい、ちょっとねあのハウスを見学させてもらいたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、で福地農園のね、はい、榊原君です。あのよろしくお願いします。お願いします。福地農園榊原と言います。観葉植物ね、いろんな種類をね、はい、作られていて、何種類ぐらい作る？何種類？相当あるよね。うん、10ぐらいはありますね。ね、あんまりちょっと数えたことあんまりないんで、まあ、いろんなものに入れたり、ちょっとやめてみたりすることが多いんで、うん、はい、じゃあちょっとね、はい、中を見させてもらいながら、はい、ちょっと見学していきたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。はい、レッツゴー。お邪魔します。はい、こんにちは。こんにちは。あ、すごい。これは早速気になる何やろ。ツリーですね。ボトルツリー。これはボトルツリーです。あ、ボトルツリー。ユーフェストリスって品種でして、あの細葉が特徴な品種です。かわいい。綺麗ですね。今からこう太ってくるんですか、だんだん。そうですね。まあ実際にはその中の段階にもちょっと太みがもう出てきてるんですけども、うん、ちょっとまだ目立たないので。ああなっていくんですか。そうですね、こちらはもう一度外に、まあ、下ろすって言いますか、あの畑があるので畑に下ろすんですけども、はい、時期が来たらまた掘り上げるって形取ってまして、そうすると大きさにまあまちまちありますけども、まあ7寸尺ぐらいから、うん、まあ4寸のロングポットぐらいまでは生産しています。え、畑で植えることであって太らせるってことですか。そうですね、あの畑に、下ろさないと、うん、あのぐらいの太さにはなりません。はい、すごい太いね。太いね。もしかしてごめんなさい、その横のペティオライスもそういうことですか。ペティオライスはあのある程度の太みっていうのは、うん、ポットの中だけでも出るんですけども、うんうんうん、畑植えるとより大きくなるっていう、まあ、数鉢だけちょっと別のハウスにありますけども、あ、まあ売れ残りみたいな形で今ちょっと養生させてるものもあるんですけども、ちょっとまた見せていただきたい。これは未生ということ。あ、そうですね、うちはあの種輸入して、未生という形で今、これは何、これがあの一緒。え、一緒です、一緒。あ、これがあのルケストリス、この細葉の品種です。へえ、なんか、あ、そうか、双葉やから丸いんか。あ、そうですね。で、本葉が出て、こうシュッとしたのがあるよね。だんだん伸びてくると、あの羽の特徴が出てくるので、かわいい、すごい、いろいろあるね。これはそのあれ？そのいや、これはもうまた別の品種 のボトルツリーでして、今あのうちやるのがあの3品種ありまして、このちょっと丸っこいこの品種が、はい、ちょっと触ってみると分かるんですけども、ちょっと毛が、あ、すごい毛がちょっとあるんですけども、うん、この品種がビドウィリーって品種でして、ビドウィリー、はい。これもボトルツリーってことは下がぽっくり。なります。へえ、かわいい。はい、ちょっと見たいな。それとちょっと向こうに、うん、若干あのルベストルスに比べてちょっと太めの葉があるんですけど、はい、それがあのポフルネウスっていう品種でして、もう今年からあの本格的に、出荷始めた品種でして、ちょっと変わった品種で、あの一つのまあ品種だって言ってもらった種なんですけども、いろんな形が出てくるんですよ。形が、まあ、品種としてはまあ。もう固定してるか固定してないかちょっとわからない品種かもしれないですけども、ボトルツリー自体はもっと、まあ、十何品種あるって言われてるものでして、まあ、それでも6種類ぐらいうちは作ってきましたけど、まあ、今のところこの3品種っていうのがうちとしてはあの作りやすいので、へえ、メインどころ、で、そうですね、今のところこの3品種ってぐらい考えてます。カラテアも結構やってるんですね。そう、すごい。そうですね、カラテア今年は4品種ですね、うん、オルナーツサンデリアーナ、うん、ビッタタ、シャインスターと、タイビューティー、うん、タイビューティー、でカラテアがうちもね、うん、あのそのさっきの猫チップで植えたら、めちゃくちゃいい根っこが出てそう、本当は相性バッチリだと思う、うん、まあ、まあ土でもね、今問題なければもあれだけど、うん、ちょっと来週苗が来るんですよ。あ、本当、ちょっと植えて、ちょっと植えて、な、数鉢かね、試してもらって、ね、もしそうなった際はね、全部回答させていただきたい。ああ、嬉しい。これはジェイドサトルココから。あ、そうです、そうです、はい、うん、サシキですね、うん、ちょっとまあこの品種はもうすごく時間がかかる品種でして、まあ1年少しかかります、ね、丸1年作れないです。1年で 3.5 ぐらい、4寸ぐらいまでいける。
まあ 3.5 っていうか、まあ、あの芽が出てきたなっていうぐらいで、うちはそこからあの5寸に鉢上げするんですけども、5寸の方が、まあ、水やりの加減とかそういうのとかはやりやすいので、はいはいはい、でもう 3.5 したらどうしても木が暴れちゃう、はいはいはい、ことがあるので、まあ、うちは5寸でやってますね。それでも三者は絶対的につくものでもないんで、かわいい、なんかこれもね、同じ山にこう出てるってことですか。そうです、そうです、もうこのぐらいになってくると、あの葉の特徴が出てくるので、ちょっとかわいい、見てほら、かわいい、ね、同じ品種とは思われへんね。うん、そうですね、全然違うように見えるけど、全然違う、うん、まだあの僕も作ってで1年2年経たないぐらい、1作やっと1作が過ぎたところなので、まだわからないことは多いんですけども、すごい、すごい、かわいい、うわ、これ V 入りで、ほんまや、おもうごくごく稀ですね。すごいですねこれ、すごい色、出るには出るんですけども、はい、やっぱり見てもらえればわかるんですけども、あの日焼けしやすいんですよ、日焼けしたりとかするのが出てきて、植物的には弱いです。はあ、うん、ボトルツリー不入りってことですか。相当珍しくないですか。相当珍しいですよね。へえ、あ、でもちょっと太ってきてる。本当だ。ちゃんと太みもやっぱり小さかったりするんですよ。うん、確かにこうなってくるよね。ええ、もう特別に1万円でいいよ。1万円だもん。まあほぼ多分枯れると思いますよ。ええ、たまにあのごくたまに真っ白なやつが出てくるんですよ。あ、真っ白なやつは 100% 枯れます。ああ、もう植えたくなってきちゃった。自信あります。まあまあ、もう何回でもやったんですけども、あのボトルもできんまんま終わってるので。あ、そうなんだ。すごい色だね、これ。すごい綺麗。これでボトルツリーなったら最高やね、これね。いけるんだ。100万でも安い。いける気がする。ね、うん。いいお講習じゃない？これ。チャレンジしてもらおうか。だから5号でいっぱい植えてはるかな。感じがしますね、良かったもんね、うん、すごい、何やったっけこれ、カラティアのこれ、マイミ、何やった、マイミが好きなやつじゃない、ピンクの線入ったやつ、何やった、うん、何やった、かわいいやつやんな、うん、ピンクのかわいいやつ、そうそうそう、葉脈がピンクでかわいいやつかわいいやつ、すごい、名前は私の中では問題ではない、そういうことよ、かわいい、うちなんや、結構他も全部そうだもんね、うん、もう出荷するはずで作ってる、うんうんうん、ちょっとこうクッとなったのはちょっと熱いっていう感じでなったのかな今、まあ美味しいよ、やる気あるでっていう感じ、感じなのかな、これって何て名前でしたっけ、これはオルナータサンデリアナ、サンデリアナ、うん、カラテアが今こうギュッと立ち上がってるのは、そうです、まあ、だいたい昼過ぎてくると大体畳んでくるって言いますか、うん、まあ、昼と夜とか、まあ、朝夜っていうのをなんか時間が分かるみたいな感じで、うん、朝になると、うん、まあ、朝、まあ、仕事を始めに、まあ、うん、来るとこう広がってる、そう、ね、だん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 閉じていくっていう、へ、まあ、そういう植物ですけど、まあ、カラテア全て そういうわけではないんですけども、うん、もうでもみんな今もうヒューッと、これ家庭ではならない、いや、なります、なるよね、うちでもなるよね、うんうん、ただビッタタマにならないんですよ。あ、これビッタタマにならないです。すごい。なんやろ、茎が硬いとかやろか。そうですね、うん。まあ他にならないやつあると思うんですけども、うんうん、まあ大体の品種は閉じることはあるんです。うーん、綺麗。綺麗ね。もうあのシンゴニウムのフレンチマーブルはもうやめちゃった。やめちゃった。だいぶ前だよね。20年ぐらい前か。僕一回来させてもらってね。そうですね、一回来てもらった時は確か20年ぐらい前、ね、それぐらいになるのかな、27、8、うん、フレンチサンデーペッターしてからも3年、あーでも3年ぐらいなんだ、これは規格外ってことですか、そうですね、タイビューティー作るにあたってこういうのがたまに出てきてしまうので、うん、まあ、それをちょっと選抜して面白い半分でやってみたんですけど、あー、そういうことですか、うん、まあ、成長もそうですね、うん、でも周りも良くないので、うんうんうん、綺麗だね、タイビューティーって。そう、タイビューティー綺麗。皮膚。まあ、今のところちょっとないで買ってるんですけども、まあ、試しにあの、まあ、ここに今な、うん、こっちに並べてるのはあのうちで株分けしたやつで、株分けでもこのぐらいの出入りがいいし、あの
芽の出方もやっぱ多いので、うん、まあ、株分けにも全然耐えれる、そう、ね、まあ、品種なのかなっていうふうには見てます。ほぼ白粉みたいになる、うん、そうだね。ちょっと渋谷の選抜するにあたってちょっと踏み札、踏みの強いものを選抜したっていうのもあります、ね、うん、あ、そういうことですね。そういうことね、どんどん白に寄っていくんやろか、綺麗ですね。これでもあの、まあ、割と明るいところに置いてても、うん、あの日焼けはしてない、全然品種はあの日差しには強いです、ね、まあ、だからといって直射日光には向かないんですよね。あの、すごく綺麗。空手は結構ここ最近人気があります？そうですね、本当に、あ、人気が出たなと思ったのは、まあ、こう3年ぐらい、あ、そう、はい、うん、3年から5年とかそのぐらいですね。その前ぐらいになってると空手は本当に作り手もいなかった。うん、そうだよね、俺もそのイメージでやって、そうそうそう、まあ、うちはたまたまずっと空手の十何年作り続けてきて、まあ、きっかけが、まあ、サデリアーナがきっかけ だったんですけど、はいはいはい、それから作り続けてるんで、まあ、15、6年、まあ、20年は経たないですけど、うん、そう、3年前から売れたっていうのはコロナきっかけ、コロナきっかけなのかな、やっぱり、まあ、葉の色っていうのはやっぱ特徴的なものもありますし、うんうん、かっこいい、かっこいいね。これはロージー、これはシャインスタって言うんですよ、シャインスタ、かっこいい。多分今立ち上がってて朝にはこう、うん、朝になると思うね、マイボぐらいになるんですけども、こんなんかっこいい、すごい。もうじゃあ基本的に根をしっかり作るようなやり方でやってるので、うん、はいはいはい、もうそうそう枯れることないと思う。お花は咲くんですよ。あ、かわいい、めっちゃかわいい。タイプ、タイプ、ね、タイプ、これですね、このね、色もタイプ。ここでここに縁からあの白い花がポッポって咲いてくるんですよね。ガクってこと？そうですね。すごい。空手やって何科でしたっけ？苦痛根科です。あ、はい。出て根科。ごめんなさい。いやいや。でももうあと3秒遅れたから。3秒あったら。出てる出てるもん。もちろんもちろん。一番つまらないことです。いやいや、全然です。さらっと答えちゃった。苦痛根科。ブルモニウブルスター、綺麗、綺麗ね、大きくなる子は大好きです、そうですね、まあ、大きくなる、まあ、これはまあ1年がかり、はい、かっこいいね、やっぱでかいと、ここがかっこいいよね、部分っていうのはやっぱりそのぐらいにやっぱり時間かけないと、もうちの 3.5 のやつでも出てるやつ、うん、ものは出てる、あんまり、まあ、いいね、成長しすぎるとあの、なんか割とポッと突き破ってくることが、そんなに、強いんですよ、強いな、もう何回切っても出てきますよね、出てきます ね、ほぼほぼ根っこが丈夫だったらね、あ、見事に整列してる、これ本すごい、綺麗、あのいやらしくない。怖くない？怖くない？そう。キモくない？ちょっと足綺麗。いいぐらいの。すごい。こんな綺麗に出るんだ。あんまり強い色っていうのはしてないので。これは、あ、今綺麗。ドット。最高。いいドットやねこれ。これはオッケーなんだ。これ最高。この整列最高。すごい。中にはこれでもちょっと、まあちょっと気持ち悪いとか怖いとかいう方も見える。いやいやでも可愛い。この裏最高。光に当たるとすげえ綺麗だね。この裏最高だわこれ。いいわ。これいい。向こうもいいですか？お邪魔します。はい。はい、います。すごいね。あ、これ明日出荷用の。明日出荷用。可愛い。クロコダイル。クロコダイル。ダイルちゃん。お久しぶり。お久しぶり。え？これがシンゴニウムもね、あのくるっと開かへんやつやね、あ、そうですね、で、まあ、こっちはあのうちがつけた名前なんですけど、調べても出てこなかったもんですから、これはあのコロナ直前に、はい、タイに行って1鉢だけ買っていたんですよ、へえ、そこからあの5年近くかけて、あ、ほんとゆっくりゆっくり増やして、すごい、これかわいいね、かわいい、シュリンクハート、ええ、いいんじゃないこれ。すごい。がっちり。これ白
出荷時はいつなんですか？もう出荷は今ですね、もうラベルも刺さってそうでもちょっとこう今年分はもうトラヤキに全部押されてるって感じ。ああ、そうなんだ。なるほど。なんですけども、これは榊原くんの福地農園さんは書いて、ラベル買いが、あ、でも、まあ、でもこれ自体福地農園さんしか作ってないってことですよね。そう、まあ、よっぽどですね。今買いに行ってもなかなか見つからんとかないとかっていうこともあったので、じゃこのラベルを見たら買いです。書いてある。そうですね。裏には名前書いてあります、ね。しっかりとここに書いてないですけど。まあ奥のは。親木、そうですね、まあ、うち基本的にあのちょっと親木っていうのは持たないんですよ。あの規模が小さいので、まあ、でそこを一回あのワンピンチ、大きなワンピンチのみにして、あのプルプル再現していくっていうやり方を取ってまして、そのが切って芽が出たらすぐ出荷できるっていう形なので、これも一緒、あ、これそうです、これはあの差し切ったやつで、こっちは切ったやつなんです。あ、ごめん、入れてやつなんですけど、はい、そうですね、これね、俺ね、アイビーフラワーって買っとる。あ、去年です。そう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 。それうちの。そうそうそう。なんか見たことあるなと思ったら、そうだ。たまたま去年の9月とか8月下旬、9月ぐらいに、まあ、東映系の方見られて、それでこれ何から始めて、まあ、いけますよって。なるほどね。その時に5、6ケースだけ出せれたかな。珍しい。そうですね、成長もそんな早いわけではないので、ちょっと増やすのには時間かかりまして、一回あの、まあ、やり方っていうか、あの、まあ、1年間出してそういうスケジュール組んじゃうと、まあ、早い、いつでも出せるような仕組みは取れるんですけど、これはかっこいい、すごい、1回ワンピンチは入れてまたやるんですけど、結構ハルピ好きな感じじゃないの、このシンゴニウムでもさ、こう伸び伸びになる感じじゃなくてね、そうそうそう、このふわっとこう、でこいつ両辺硬いんですよ、しっかりまっすぐ立ってて、はいはい、これが垂れないので、あ、いい、かわいい、これ登るんじゃない、いや、これも絶対登る、もうだってもう登りよ、ね、登り上げて、全部の気根がこうやって出てるから、そうですね、節やっぱ短いんですよ、節ごとにやっぱ芽が出やすいので、割と短めに切ったとしても芽は吹いてくる、はいはいはい、これはそう、こうやってテーブル、キッチンブーケ、キッチンブーケスタイルが、いや、もう可愛いわ、めちゃくちゃ可愛い、これもう時間かかればもうあのこれから度数に植え、何回か切っていくともさっとなるよね、もさっとはなるんですよ、へえ、可愛い、すごっ、これ、みんな大好き、スキンダプサス、ああ、スキンダプサスもね、これは何のスキンダプサスですか、トリームーンライト、あ、トリームーンライト、かわいい、ボトルツリーかわいい、チョコレートね、チョコ割とある、ありますね、あ、チョコレートね、うん、うん、あ、まずこれをね、ここ見たいね、この信号、みやび、これはあの、みやびではない、こう、みやびではないん、うん、そうそう、そうですね、ストロベリーアイス、これは本来名前です、ピンクは正義やで、すごい、出し始めるときに、あのその名前をわからなくて、誰に聞いても知らないって言われたので、今うちちょっとピンクジェルっていう名前で、出してます、すごいいろんな布の出方がね、そうですね、ここまだ刺したやつなんですけども、まあ繊維がちょっと向こうの方にある、すごい、シンボルもいっぱい、あ、かわいい、あ、綺麗にできる、すごい、わ、ほんまかわいい形ですね、いいサイズ感というか、もう真ん中太っ、すごい、これかわいい、もう木が太くて成長がものすごく遅いんです、うん、遅いよね、遅いです、これ差し切してから、一回ピンチ入れるまではうちは丸1年かかってます、うん、あ、差し切してから1年1年です、いや、でもこのサイズ感というバランスもむっちゃかわいい、これ、うん、これ今このぐらいにしてますけども、うん、もうちょっとまあ日差しが強くなったりだとか、うん、まあ、いろんな関係があると思うんですけども、だんだんあの日の入り方が変わってきて、今現在そこにある葉の色が変わっていくんですよ、うん、あ、そういうこと、色のどんどん違う色の葉が出てくるわけではなくて、あ、で今ここにある
葉の色自体が変わってます。へーすごい、うん、不思議だね。不思議、これとかもすごい変化しよう途中なのかな。これ普通に手に入るんですか。そうですね、出荷はまだうちはしてないですけども、こちら。かわいい、すごいな、たまらん、たまらんね、たまらん、これ好きなピンクやね、ちょっと進んだというか、濃い感じで。お持ち帰りしたい現金でもちろん現金で売ってもらえればかわいい。全然あの猫ティープで上で大きくします、いやこれはそのまま、うちは3個として出すので、まあ、このぐらいからもうちょっと伸びたぐらいで、まあ、お話しさせてもらうんですけども、十分でございます。めっちゃいいサイズ感、かわいい、何この色、まあ、植え替えればその分あの伸びてきますし、めっちゃ可愛い。でも花森さんが宣伝すると多分1000鉢ぐらいすぐになっちゃう。なんでそんなことしよう言うてやん。そんなには作れない、ね、今ある分でも今ここにあるので1500あるないので、なくなっちゃうね。そうですね、まあ、そしたらこれ来年半分ぐらいする。あ、そうなの。そうですか。半分はあのシルクハートにして、半分はピンクジェルってことでこの一旦使おうかなと思って、可愛い。これはどれも色変わっていくのにゃ。そうですね、すごいな。色変わっていくっていうのは面白いね。ねえ、これとかも。ただ本当にあの曇りの日が続いていくと、どん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 色が濃くなっていって、面白みがなくなっちゃう。その時は出せないよって話しちゃうんですよ。逆に強いというか、ちょっと明るくしてあげるとこう白が出てくる可能性はあるんですけど、それも一概には言えないので。結構暴れちゃうんだよね。あ、色的にはここら辺もいいんだよ、ね、この色とか。ああいいね、これも。ちょっともう選んでるよ。これなんかコンスタントに出てくるそうですね、中に本当コンスタントに出てくるやつも色が出てくるやつもありますし、本当に最初から最後まであんまり色が変わらずに終わるやつもありますし、それ本当に分かんないですよ。リップってワンピンチで脇目を3本も4本も出させてるところがかっこいい、ね、この作り方かっこいいな。もともと他の方も作られてたっていうのがあるんですよ、あそうだ、まあ、その人は五寸のポットに刺すだけ刺して出してたっていう形なので、多分こういう色は出てなかったです。ああそういうことね。近くでも売ってるのを見たことあるんですけど、もう本当に一番最後の先端の葉だけが色が変わってる、ちょっともったいないなと。3株とか4株出てるからこうパンパンパンと可愛い色が出てる感じがするんやね。可愛い。まあ前にこれ。あ、決まってくれた。じゃあ猫ちゃんがいいのか。いいのか見たけど。いいかな。ちゃんと聞いてよ。いいですよ。いやそれはでもほんま可愛いと思う。うん、そのハーフでパーンと割れてほしい。いろいろ猫ティップ案件よ、これは、大きくします。肩落とし、お尻落としで包み込んであげてください。はい、はい、あの寝具もちょっと変わってない、あれ。これそれ普通？これパンダ、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 お客さんからいくつか、まあ、もらったものでして、その前に1回昔10年ぐらい前に作ったことがあったんですよね。その時あんまりまあうまいことできなくてやめたことがあったんですけど、信号に読まれた、すごい、たまたま、まあこれをなんか増やしてほしいみたいな感じで、とりあえずちょっとやってみてるってところなんですけども、これ人気の信号に読まれた。あ、そうなんだ、そうですね、パンダは最近よく話を聞きます。優秀なのよ。なんか品種が信号に向けて相当増えてる。じゃあ僕も20年前本当やっといてね、そうですね、その時からなくなった品種もあれば、増えてきた品種、全く新しく出てきた品種とか、復活した品種もありますし、すごいね、もういろんなもんがありますね。パンダでも1回は消えかけた品種なんで、そうなんや、すごい高額に設定されてた時期も、そうなんだ、ね、そうですね、2、3年前見た時にちょっと高いかなっていうふうにちょっと思ってしまったので、まあその後、まああのまあ、お客さんにちょっと増やしてくれという依頼がうちの方にあったので、まあ、少しずつやってるってところなんですけども、高級品種のイメージもあるから信号に自体ちょっと
系統がいろいろ分かりすぎてて、確かに、まあ、成長スピードも、うん、あの品種によって全く違うんですよね。そういうことね、やっぱ、はい、一番多いのがチョコレート。うちは一番多いのがチョコレートですね。もうすごい量ですか。そうですね、まあ、多分チョコレートもうちが一番持ってるんじゃないかって言われてます。なんか本当福地農園さんと木村くんぐらいしか思い浮かばんだけどね。チョコレート作ってる人が。そうですね。それ話したら木村くんがなんかうちから買ったみたいなこと言ってて。ああ、そう。そう、ええー、嘘だって。いや、もう私は同じ時期に始めたんかなみたいな気でいたんで。すごいね、この色もね、綺麗なね、葉裏が。ちょっとやっぱ癖が強いんで、やっぱり刺しても、あの木が細いんで、やっぱ枯れる率ってやっぱ高いんですよ。ああ、そうなんですね。やっぱりいろんな土を変えてみたりとか、まあ、肥料を変えてみたりとかいろいろ変えながら今やってるところですね。ガッチリ綺麗めっちゃ。じゃあちょっと一回ね、あの、猫ジップを、一回いろいろいろんなものにちょっと試してみてもらって、その使う使わん別として、ね、育ちがどうかっていうのをね見てもらえると嬉しいですね。嬉しい。はい、ということでね、はい、本当急遽申し訳ないですけど、いや本当に急にお邪魔しました。すごいたくさんのね観葉を見せていただいて、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。で、福地農園さんのこの植物は、うん、まあ、どこで買えたりとか、なんかそういう発信できるところってありますか。お客さんがあのうちの植物が欲しいって言って買ってかれる、うん、っていうことがあるので、まあ、そのお客さんが、まあ、チョコレートがいいだとか、うん、まあ、モスラがいいだとかってあるので、はいはい、まあ、実物は、まあ、どの植物だったらここで買えるってのは、なかなか言いにくいですけども、ね、なかなか言いにくいですけども、まあラベル見ていただいて、ね、はい、そうですね、探してもらえればね、はい、うちの商品全部福地農園で買えちゃいます。素晴らしい、ありがとう、素晴らしい、嬉しい、よろしければちょっと選んでいただけたらなと、ね、お店でね、宝探し気分でね、はい、探してもらえるとね、これはっていうのね、見つけてほしいね、はい、と、はい、いうことでね、はい、じゃあ今回ありがとうございました、はい、ありがとうございます。じゃあまた次の動画か、イベントでお会いしましょう、はい、これであなたもアロイダみんな大好きだよ。ありがとうございます。ありがとうございました。